とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾で実装される、変身禁止クエスト。これの練習をしたいと思います。4人で変身できないっていう縛りで行きますね。で、装備は、ちなみにこういうものしてます。ゴッツエ音で鳴るハリセン。これが、バトル中の人間キャラ1人ごとに攻撃力 20% アップ。なんで 80% アップだね。80% アップ。で、生身メダルでさらに攻撃力 80% アップ。で、ズラモヒカン。これが人間キャラ1人ごとに 15% ずつアップ。60% アップか。こんだけ攻撃力を持ってきてます。で、ビシッとタキシードで防御力も 48% か。上がるようにしております。さあ、どうだろうね。どんな感じになるのか。とりあえず、予行練習として剣の塔、5区、行ってきます。はい、それでは、行きましょう。どれぐらいダメージ与えれるだろうな。あ、ちなみに、職業は、夢見る少年で来てます。回復手段がないから、とりあえず、ポーズを取って回復していくしかないからね。あ、ダメージはこんぐらい、結構与えれるね。2000ちょっとダメージ与えれます。まあ、この敵のレベルがね、400ぐらいだから、これぐらいは与えれるのか。一丁上がりだな。これでどこまで通用するかな。まあ食べ物もあるし、いけるかな。これはあれだな、操作するキャラクターにはうん、大英雄のマントがいいかな。うん、マントつけて、素早さをゴリゴリ上げていった方が、早く倒せそうな気がするね。でもなんか、思ったほど苦戦しない。全然苦戦しないね。予定としては、なんかもっと、わーとかギャーとか言いながら、行く予定だったけども、結構楽勝。かなり楽勝で、来れてるね。まあ、とりあえず、ボスまで、このまんま、行ってみるね。いや、思った以上に、超楽勝だ。はい、ボス来たね。途中でね、レア妖怪が出たんだけど、レア妖怪はちょっときつかった。ボスはどうだ？そうでもないね。なんか、かなりダメージ与えてない？食べ物食べればもっといくんじゃない？あ、もう6000、7000一発でダメージ与えてるから、全然いいな。おお。まあ、アップデート出てくるボスもこの感じだったら、全然余裕だな。でも、多分ね、もっと強いんだな。もっと強い、間違いなく。こいつは多分レベルが、400、ちょっとだもんね。400ちょっとぐらいのやつなんで、やっぱり新しいボスのレベルは700ぐらいはあるんじゃないの ?700 ぐらいあるとさすがに、こんな簡単にはいかないでしょう。よいしょ。あ、でもまあ、このダメージ与えてるってことは、芸能人ガクトで、フルパワーでやれば、1万ぐらい一発で与えれる？まあまあ、計算上そうなるよね。おう、まあまあ、攻撃モリモリでいけば、全然、いけるわ。攻撃モリモリだったら、おお、すごい。攻撃をね、キャンセルさせるとか、なかなかすげえよ。
ただやっぱね、あれだな、回復が限られるからそこはちょっと注意していければいいかな。おお、おいおい、キャンセルできる、キャンセルできる、すごいね。必殺技キャンセルを普通にできるっていうのがすごい。じゃあ、じゃあもうちょっと行こうよ。キャンセルしてモモ吐き出すまで行くか。お、行けた、モモ吐き出すまで行った。 OK、 次でフィニッシュしましょう。ナイス。いやー、楽勝だった。こんな楽勝。まあまだね、剣の塔なんで他のところになるともうちょっときつくなると思うけど、いやいや、極の剣の塔変身なし余裕でした。はい、それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。